皆さん、こんにちは。非常識な健康サルタント、高橋沙加子です。本日のテーマは、分かっているんですけれども、動けないんです。という人にお渡しする3つの処方箋というお話をしていきたいと思います。えー、日々コンサルティングをしているとですね、まあ、いろいろとこうご本人の改善案とか、そういったものをお話しする機会は当然あって、こういうふうにしたらいいよっていう、 ね、お話をするじゃないですかアドバイスとしてでその時にあの、まあ、まあまあよく言われる言葉で分かっってていいいるんですけど動けないんでですすすけけど動なう言葉がありますこれね、まあ、あのこちらの内容を聞いてくださってる皆さんとかでも、うん、言ったことがあるっていう方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、えー、こちらに対しての処方箋3つ。 今日はお伝えしていきたいいいと思いますはい、ではですね問題に入りたいと思いますえー、分かっているんですけど動けないんですっていう方に渡す3つの処方箋、えー、こちらの回答を先に言いますはい、えー、とまず1つ目とにかく動いてみるっていうことですねそれが何で必要なのかっていうのはその後にちょっとお伝えします、えー、2つ目 えー、本当に分かっているのかということをもう一回自分に通ってみる再チェックですねこれをしてみていただきたいそして3つ目です、えー「本当は動きたくないんだ」っていうことを認める <laughs>、はい、これがまあ一番強烈なんですけどね、はい、この3つの処方箋についてそれぞれ解説をしていきたいと思います まず1つ目ですねとにかく動いてみるっていうのがあのいろいろなこう、えー、授業を構築していく上で特に初期の頃なんですけどある意味ですね考えても仕方がないんですよ仕方がないっていうのはやってみないとわからない部分が特に初期の頃は多いんです。で、でなんでだと思いますか それはですねあのデータがなないからなんですよ初期の頃って本当にそれが正しいかどうかっていうのを例えばマーケティング的な要素で市場調査とかインターネットからデータ引っ張ってきてとかいろいろ成功確率が高い方法とか私もお伝えしますしクライアントさんにもそれやっていただいてますよやっていただいているんですがまあ 大体それが本当にぴったりドンピシャかっていうとそうでもないんですよやってみるとやっぱり教会とかあと皆さんがそれぞれにこう狙ってるターゲットの人とかの考え方とか動き方ってやってみないと分からないんですよねだから分かってるんですけど動けないんですって言ってる場合,、ま、場合にですね動いてしまった方が結果が出るのでもうとにかく 最初に言いたいのが動いてみてっていうのを言いたいんですあの考えてる時間ね無駄です <laughs> あのやって修正と調整かける方がよほど早い、はい、あ私はそのタイプです仮説が立った動いてみたあそうだったんだと分かりそこでまた修正と調整繰り返してでまた動いたらあそうだったのか 分かってまた修正と調整繰り返すこれによって一番いい最適解つまり最短最速でうまくいく方法を見つけるわけですで運が良ければですよこれ一発でできちゃう時あるんですよで運が悪いと10回ぐらいやんなきゃいけない時もありますまあその時にもまた決断をする必要があるんですけどね10回もや,んやってもやり続けたいことなのかいやこれやり続けたいことなのか うまくいかなさそうだなって言って諦めるのかは事業をスタートさせる上での情熱と信念によるところは大きいですなので最初一歩動いてみないとそれがどうできたのかっていうのを判断しようがないんですね私もねアドバイスをする上で例えば分かってるんですけど動けないんですっていう人にするアドバイスって、まあ、今みたいなですね動く マインドを整える方法ぐらいしか言えないんですよ。それってゼロ地点なん。なんならマイナスぐらいのレベルのところなんで、成果に全くつながらないところでずっとぐるぐるしてることになっちゃう。一歩でも動いたら、例えば、えー、反応がありませんでしたとか言われたとするじゃないですか。SNS にね。あげました。反応がありませんでした。いいいんですよ。それはそれで一つの結果が出たから。 じゃあ、どうして反応が出なかったのかっていうのを調べていきます。私は。投稿何回したって言って。まずこれが一番多いんですけどね。反応がないって言ってる人に限って、月に1回とか2回とか、週1回あげるかどうかレベルで反応がないとか言っちゃうんですよ。もうね、圧倒的に量が足りない。足りない。特に初期の頃は、毎日でもどうかなっていうぐらいな 量がが必要な時があるんですよって考えるとですねそもそも動いてない時点でもうやりようがないっていうことなので分かってるんだったら分かってるんだったら動こうみたいなで小さな成果でいいんですよ皆さんね大きな成果求めすぎです最初からあのーまあ、その反応がありませんっていう人の言葉もそうなんですけどじゃあ私から言わせてもらうと 1>, 1投稿2投稿上げたぐらいで、えー、すぐに予約が入るような世の中だったらまあたまにありますよそれぐらいすごくいい商品とか作れちゃうとそれができちゃうんですけどそんなに反応されるんだったらみんながななんんでこにに集客に困,ると思いますか困って企業塾行ったり私のようにコンサルティングお願いしてまで集客どうにかしたいって思う人が山ほどいるわけじゃないですか。 っていうことはそれぐらいみんなできてない集客がうまくいってないからお願いしたいわけですよ。なのでそこへ持ってそんなにやってない状態であのー、何か成果を求めようっていう方が本当はちょっとおかしいっていうことを気づいてほしい。はい。だから、えー、動いてみるっていうことですね。それが。 まず一つ目。で、二つ目が分かってるんですけど動けないんですっていう人って分かってないんですよ、大体。えー、分かっているっていうのはそれをやればどんな素敵な未来が手に入るかって分かってるはずなんですよ。だから分かってないんです。その先にどんな自分にとって素敵な未来が起こるのか。大体何か。 夢を叶えようとすると、まあ、それとセットで嫌なこととかも出てきちゃったりするんですよねじゃあ例えばわかりやすく言うと、えー、教室の先生になってじゃあ例えば自分がパンが好きだった夢のパン教室の先生になりたいって憧れたとするじゃないですか小さい頃からの夢叶えたいって言ってだけれども教室の先生になりたければ最初に 生徒さんがいないと先生になれないんですよね。だから教えたい以前の問題にそこに習いたい人を集めておかなければ教室として成り立たないんですよ。そうすると夢を天秤にかけることになります。パンを教える教室の先生になりたかった。集客をしなくちゃいけないっていうこれがセットになってきちゃうんですよ。で、なりたいっていう気持ちの方が強くってそのパンを人に教えると この人たちがすごく幸せになれるからそこ私頑張りたいって言ったらその集客活動といってある程度やらなくてはいけないこともセットできてもやるんですよだけれどもこ,うこちらの方が嫌だなぁ重たいなぁっていう気持ちがやりたいっていう好奇心よりも勝ったら頭で分かってるけど動けないっていう状態を作ってしまうのでほん、本当にねそこの 自分が分かってるっていうのが分かってるのかっていうことの再チェックとあと好奇心ですよね。あのよく私あの質問っていうかあのお話しされることがあるのが何で高橋さんは次々にその新しいことにチャレンジしたり新しい学びを次々にこう入れていって動いてるんですかって言われる時があるんですよ。 要は大変じゃないですかっていう話です。あのでこれ、まあ、答えを言うと、まあ、大変じゃないんですよ。<laughs> 好きなことしかやってないから。これポイントです。好きなことしかやってないから。え勉強って嫌なことじゃないんですかってもしかして聞く人いるかもしれないけど私は好きなことのための勉強は嫌な勉強じゃないんですよ。まあ、ななんなら 勉強してるけど勉強してるっていうほどの悲壮感が全くないみたいなえこんなこともできるんだあこんなこともできるんだやばいやばいみたいな好奇心がすごい強いんですよ新しいことを知る未知なことを学ぶとかねだから例えば駆け出しの部分の言うとチャット GPT とかいうね文章の AI を扱ったり画像を を扱うミートジャーニーとかも面白いなと思ってやっていたりとかそういう AI の方にも手を出すっていうのも好奇心だからですで、そういったものをまた組み合わせながらこれもあれもっていうことはもちろん仕事に生かせたらいいなって思ってやってますけれども必ずしも生かせなくても 自分がそれ学びたいなと思ってやってるから、まあ、楽しいから別にいい,い,いんですよだから悲壮感を持ってやってないで学びとして本当に学ぼうって言って例えば100万単位でお金を入れたらやっぱり回収しようと思ってやってますから基本の私のルールは5倍ルールなので100万投入したら500万稼ぐまあその期限が1年なのか2年なのか分かりませんけれどもね その学んだスキルによってっていうのは一応自分の中でルールにしているのでであればそのゴールが学んだアウトプットをしたお金をいただくこれがゴールになるので途中宿題出ますよねそう学びに行ってやるわけですからやりますよ普通に。<laughs> だってそれによってお金をちゃんとお客様からいただくまでをゴールにしている学びの時には。 それをやるからそれが嫌だなっていうことはないです、ね、ああこういうふうにやるのかとかそんな感じじゃあ逆に嫌な学びって、まあ、例えばそうですね思ってたのはこんな学びだったはずなのになんかやり始めたらんなんかちょっと違うぞとかあのやっぱり主催者の方とかあと教えてくださる方との相性ってやっぱりあるんですよ。で なんかどうしてもなんか考え方合わないなとか、習いたいメソッドと違ったぞっていうことになったら、お金を捨ててでも学ばないっていう選択肢を取ります。時間がもったいないから。いやいや学ぶのって最悪で、あのー、いやいやお金を払っちゃったんだから、な、え、ら、ー、やんなくちゃいけないと思ってやる学びほど意味がないものはないですよ。だって気持ちがそもそも嫌なのに頭に入るわけがない。 でそこが執着なんですよ。お金払っちゃったっていう執着。うん。捨てたって時間が浮く方がいいんですよ。いまいちだなっていうふうに思うんだったらで。それによって何を学ぶかっていうと、講座を受講する講座はちゃんと厳選して、本当にいい講座を選ぼうって思ってやるんですよ。それでも私そういうふうにやってても過去2回、3回ぐらい失敗してるかな。50万円ぐらい捨てたことありますけど。はい。 だからそこに執着しすぎるとやるべきこととか他のこととかも含めてですよやっぱね好きなことの方がうんすごくこう嫌なことを入れてしまうといい状態が作れないからそれって逆にマイナスなんですよねだからあの本当にそのメリットが分かっているのかとか 好奇心は湧くのかっていう感じです。はい、これ2番目で3番目えっと分かってるんですけど動,きた動けないんですは本当は動きたくないんじゃないんですかっていうことを私は問いたいまあ実際にこれを言っているクライアントさんいますけどねやんなくちゃいけないやんなくちゃいけないその方が売り上げが上がる、えー、今の時代に合ってるって分かっても本人が 深層心理の中でなんとなくやりたくないみたいな気持ちがあると動かないんですよだから正確に言うと動けないんじゃなくて動かないと決めているということなんですうん私の場合には分かってたら動くんですよもう分かったイコール動くなんですよ分かってるけど動かないっていうのはやりたくないっていうことなんですよでやりたくないっていうことを認めた方がいいです その方がずーっとなんかこうしこりみたいに残っていてやんなくちゃいけないんだけどなやんなくちゃいけないんだけどなーっていうことをずーっと考えながらいる方があの感情の無駄ですねどちらかっていうとだからあのやりたくないんだっていう自分を認めてしまった方がいいですよってことは動かないという選択肢を取るっていうことですだだかかから分かってるんだけど動かない っていう選択肢を取るわけだからその何かしようとしていることをしないということになりますいやそれをしたら集客できないしお金が稼げないとかいう話になったらいや違う方法でやればいいじゃないですかかいやそこまでして頑張って稼がなくていいんじゃないですかっていうそういう話なんですよだから究極の話月に何万円あれば生きていけますかっていう話をまあクライアントさんとしたことがあって うーん例えば月賞20万欲しいって言ってる人が生活ギリギリ切り詰めたら何万で生きていけますかっていう人とか言った時に前5万っていう人いましたねってことは5万のギリギリの限界値に行くまでは別にそんな頑張んなくたっていいわけですよねその20万にしたいから頑張んなきゃいけないわけじゃないですかでもその頑張りが 今選んでる選択肢ばっかりじゃなくてもいいよっていうこともあるしそもそも20万頑張んなくていいんじゃないですかっていうその世界があるんですよだからなんだろうな矛盾してることを言ってるっていうことを気づいてほしいですよそれをやりたいと本人が決めているのにわかってるんですけど動けないってありえないんですよねうんいやわかってたら動くですし 分かってるけど動けないんだったらやめるうんその現状がダラダラした状態でそこにとどまってるのが問題なんですよやるかやらないかどっちか決めればいいだけなので決めてないっていうことの方が問題ですっていうあのそういう話ですでもう一つ言うとあの人生のいろんなことの舵取りとか選択肢って自分が 選ぶんですよ <laughs> だから分かってるのに動けないっていうのは動かないってことは選んでるっていうことになるのであの誰かに言われてやるものじゃないんですよ何かお勉強とかね宿題とかって。自分が最終的に選んでるっていう自覚がないからちょっとこう人のせいにしているような投げ,投げたような発言になっちゃうんですよ。 だって分かってるんだったら動くはずだから。<laughs> なので、こう自分の人生を自分で生きてないから。こういう、こう、何か外的なもので。言われたのを仕方なくやってますみたいな。答えになっちゃうから。それを言っちゃってる自分であるってことを。あの自覚した方がいいと。思います。はい、この。このタイプの。話を聞くたんびに。思うこと。ですね。はい。うん、だから。 私の感覚からするとあの分かってるけど動けないですが、えー、っと確実に外的な要因もうじ自分の家の環境とか、えー、それがこう例えばなんだ介護でいつ呼び出しが病院から来るかわからないとか。 あの自分の都合でもどうしようもないっていうことがあっての動けないんですはまだわかりますでも、じゃあそういう状態だっていうことになった時にはその状態もひっくるめて何か動けるんですよ、うん、こ,うこの話も、ね、したことがあるんですけどね違う方とうんつまりそういう状況でも自分がやりたいことを選んでいくんだっていう自分の人生と親の人生って 別なので見ててあげるってことは必要です必要だけれども粛々と自分の人生の夢を叶えるための一歩ずつっていうのは動いていかないといけないんですよ。で時間が必ず夢を叶えるとか、えー、と行動の成果を出す一番のものじゃないんですよね。例えば4時間ってダラダラやってる人と1時間でめちゃくちゃ濃い内容で フルスロットルのスピードでやる人だったら実は1時間のそっちの人の方がうまくいく可能性があるんですよ。だから何事においても言い訳をし続ける人っていうのはやっぱり自分の人生ちゃんと生きてないなぁと感じるのでこの言葉を聞くたびに思うことではあります。はい ということで、えー、とじゃあ本日のまとめに入りたいと思います、えー、分かってるんですけど動けないんですという人にお渡しする3つの処方箋ん、えー、1つ目はとにかく動いてみる2つ目は、えー、本当に分かってるのか再チェックで3つ目は本当は動きたくないんだという自分の心を認めるというこの3つが必要になるかなと思いますので。 ぜひご参考にしてみてください。それでは。